さん、こんにちは。またまた今回も洋服追加購入してます。はい、今回は GU で購入した服をメインにご紹介していきます。で、中には島村の商品もあるので、お一つずつ今からご紹介していきたいと思います。はい、まず1点目はこちら、こちらの靴、GU で購入してきました。で、こちらが、ビットローファーというもので、お色がブラウンです。で、お値段が2490円。はい、今まで私黒のパンプスしかほとんど合わせてなかったので、こういったローファーおしゃれだなってずっと見てたんですけど、なかなか挑戦する機会がなくって、今回いろんな服ご紹介してるので、服に合わせて購入してみました。続いて2点目は、はい、こちら無地の、こちらも前回ホワイトでご紹介してたんですけど、色違いです。ビブタートルネックセーターブラック、こちらも合わせやすいかなと思って色違いで購入してきました。はい、お値段が1490円です。はい、こちら今着ているもの白色の色違いです。はい、続いて3点目はこちらのパンツです。こちらがひもタックテーパードパンツというもので、チェック柄です。お値段が1990円。しまむらでもこういった柄のものずっと探してたんですけど、なかなかサイズがなくって、以前子供2人サラとルナのパンツ GU での購入品ご紹介してたんですけど、エマも同じような柄のものを持ってて、あと3姉妹とお揃いでどうしても着たかったので購入しました。はい、続いて4点目は、こちらが島村で購入した商品です。はい、こちらのパンツです。こちらがビー付きスウェードワイドというもので、ベルトもセットで付いてます。お値段が1290円です。こちらちょっと生地が薄めなので、真冬には厳しいかなと思うんですけど、あったかいところへのお出かけとか、今の時期ちょうどいいかなと思って購入しました。はい、最後にこちら、こちらも島村の商品で、リングキューブネックというネックレスです。今つけてるものと結構似てると思うんですけど、ちょっと形違いで購入しました。で、こちらがお値段490円です。はい、デザインがこういった丸い形のものになってます。はい、では今からご紹介したもの着ていきたいと思います。はい、まずは GU で購入したものを合わせてみました。
ってみるとパンツ結構丈が短めなんですけど、でもね中が金毛になってて結構あったかいです。購入したものを合わせてみました。ただあのワイドパンツになってるのでちょっとさっきと違った印象ですね。